オスカルは、ブラジルサンパウロ州出身のサッカー選手。上海開港所属。元ブラジル代表、オスカー、オスカールと表記されることもある。2004年から、ブラジルのウニオ・アグリーコラ・バルバレンセ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、当年にサンパウロ FC のユースチームに移籍。2008年にトップチーム昇格を果たした。2010年6月17日。 SC インテルナショナルに移籍。チェルシー2012年7月25日、ロンドンオリンピックを前にして、イングランドのチェルシー FC に移籍が決定。8月19日のウィガンアスレティック FC 戦に、エデンアザールと交代で出場し、プレミアデビューを果たした。9月19日のユベントス FC 戦では、UEFA チャンピオンズリーグ初出場を飾ると、 チェルシーの全2得点を挙げる活躍を見せた。特に巧みなターンから、ゴール隅にミドルシュートを決めた2得点目は監督のロベルト・ディ・マッテオや、相手 GK のジャンルイジ・ブッフォンからも賞賛を受けた。FIFA クラブワールドカップ2012にも出場し、準決勝 CF、モンテレー戦では、先制点につながる素晴らしいヒールパスを披露し、決勝 SC、 コリンチャンス戦でも途中出場し試合終了間際にフェルナンド・トーレスに絶妙な縦パスを出すもオフサイドになってしまいチームも0から1で敗れた。2014から15シーズンからニューヨークシティ FC に加入することが決まった。フランク・ランパードの後を次背番号8番を着用することが決定した。上海条項2016年12月22日、中国。 スーパーリーグの上海上校へ移籍することで、クラブ間合意に達したことを公式サイトで発表した。移籍金6000万ユーロは、アジアのクラブで発生した金額として、歴代最高額。同じく、中国スーパーリーグに移籍したカルロス・テベス、エセキエル・ラベッシに次ぐ、世界3位、もしくは世界4位の年報とされる。 2017年6月18日、アウェーの公衆浮力戦でボールを恋に、相手選手に蹴りつけたとして、乱闘騒ぎになり、オスカル自身も8試合の出場停止処分を受けた。ブラジル代表として2011、南米ユース選手権に出場し、チームの優勝に貢献した。ロンドンオリンピックでは、全7試合に出場し、銀メダル獲得に貢献した。 A 代表では、2011年9月14日のアルゼンチンとの親善試合でデビュー。2012年6月9日の同じくアルゼンチンとの親善試合で代表初得点を挙げた。2014年母国ブラジル開催のワールドカップのメンバーに選出され、開幕戦クロアチア戦、ドイツ戦でゴールを決めた。また、大会のベストイレブンに選ばれた。もっとも、 中国リーグに参戦した2017年以降は、ブラジル代表には招集されておらず、2020年に入り、オスカルは中国のメディアのインタビューで、ルールが改正されたらという条件付きながら、中国代表入りに意欲的な受け答えをしたと言われている。妻のルドミラップ人は日系人。ゴールを決めると必ず妻の名前等文字の L を指で表現して、 ゴールを捧げている。国際 A マッチ47試合12得点2014。FIFA ワールドカップ。クロアチア戦での得点を喜ぶオスカル。ありがとうございます。